ことしたときに、その邪魔する運動が非常に出てね、それで自分自身が混乱してっていう問題が起こっているから、いろいろ考えたんやけどまあ理由はいろいろあると思うんですけどね。まずね、人間というのはね、マニュアル運転はねしてないってことなんですね。生活の中の運動というのは、自動運動にしている。それからこれ切りボタンやるぞと思ったら、その一連の動作そのもの全体がパッケージで動くようになって、例えば歩くで、歩くいちいち右出して左出して考えてやってへんでしょ。やってないですよね。で歯を磨くとか、ね、それも一連のパッケージの中の運動ですよね。これ切るボタン、歯を磨くでみたいなものを脳内でスイッチ押せば、というのがセットの、例えば物を咀嚼して飲み込むという動作、これもほとんど自分の運動ではないような、自律的な運動に近いようなものでも、まあ、そういう飲み込むっていうのは一連の動作で胃袋に入るようになってるわけです。飲み込んで適当に柔らかくなってきたら、とこう入ってこう喉を通って胃袋まで収まる。これをいちいち意識して、噛んでからこう一つ咽頭を越えて食道を越えて胃袋に送り込むなんていうのは、みんな意識してやってないんですよね。で、その自動運動がファジー運転ですか、自動運動がこの永春拳をやろうとした時にすごく邪魔になる、で、その自動運転が当然慣れてるので、慣れてる方にやっぱり人間そっちに向きやすい。で、それに頼ってなんどう生かして永春拳をしようとする人が多い。それではダメです。マニュアル運転するんです。それからいちいち右上げてこっち真ん中の方に出して、これ出して出し切ったらヒュンサを出して、こうマニュアル運転する、それがね、マニュアル運転せずになんとかやれんやろうかいう努力するからおかしい動作が出てまくるので、自分の経験した中でそのセットになってるパッケージで出来上がってる運動というのに頼りがちなんですが、それは一旦やめると。マニュアルです。で、少年党っていうのはもう全部マニュアルって言うんですかね、全部マニュアル、これまでの運動してきた環境下のファジー運転というのは一切取り払うという条件の中でやる運動です。ゆっくりやってるから自動運動の中でもやれるんだけど、実際戦う中でやった時は、ファジー運転はやめないなんですよ、例えばね、プロ野球の話になりますけど、江夏豊さんがですね、日本シリーズで近鉄と日本シリーズを、広島の時戦った時に三塁ランナーがホームスチールしたと。で、江夏さんが前ホームスチールが分かったから、ウエストボール、まあ言うたら外角外角外に高い球を投げて、でバントショートったらできなくて、3本間でスチールが失敗してアウトになってみたいな場面があったじゃないですか。あれも江夏さんがストライクを投げようと思って投げ込んでて、相手が走ってくるの分かったから、そこで切り替えて、ウエストボール投げてるわけ。だから状況によって途中から投げる球変えたんですよね。これはいわゆるセットの運動してたらこれできないんですよね。そこまでこれ投げ切るまではセットで練習してるんですよね。それやってたら最後まで投げ切るでしょ。途中で、あ、ダメだ、そんなの投げたらダメだ、俺の投げる球、相手は待っているとか分かったら、もうでもその投げ切りじゃなくて、投げ始めてんだから、パターンだから、そこが変えられるんです、意のままに。カーブ投げようとしたかもしれませんが、それやめてストレート、外角に投げれるわけです。これは、もう、
あのマニュアル運転してる証拠なんですよね。僕らが英習圏やってて、ボンサーを出しますね。で例えば中段についてきたとします。それでボンサーで、こうついてきたとします。ボンサーを出したとこついてきたとします。これも打たれますよ。出し切った、出す分かったとこでポンと下げるに変化していく。出していって、ああ打たれてるし、下に下ろす、でまたアッパー打ったりするんですけど、これボンサーを出してるのを下に下げて、そっからアッパーです。パッパッパッ、これマニュアル運転してるできないです。ですからね、そのパターン化の中で何かやりきろうとしても、それは無駄なんですよ。やめない。それが相手は変化していくんですから、その変化に対応するためにはマニュアル運転しないとできません。本格的に英習圏をやろうとするなら、そういうまたまたそれはそれでね、またそれはそれでパターン化してきますよ。でパターン化しちゃダメなんですよ、やっぱり。そのファジー運転、慣れのこういう練習してるんだと、ね、次の練習してますと、これをパターン練習してきますよ。でもそれ打つだけやったりですよ。打って避けられたらどうする。次変化せない。その変化にはそのパターン練習では対応できませんよ。打つ練習してたら最後まで打ち切りますよ。その代わりそれもう罠にはまってるけど、それは罠にはまってますよ。打ち切ってもうたら、打ち切る前にやめるとかなんかせえへん。それからなんかこう防御に変えるとか、防御に変えるとか、打とうとしてんのを探査に変えるとか、打とうとしてんのを下に落とすとかに変えないと、自分が食らってしまいますよ。でそれができるかできんかが英習圏の分かれ目なんです。ですからそのパターンに頼っちゃダメというんですよ。でその自分が生まれてからずっとやってるパターンは長いことやってるからもう慣れてるわけで、それを一旦そのパターン化されてる運動というのを、これ切りボタンで動くというものをやめないと、こと細かに意識して動かしていくという風には変わっていかないんですがな。そのためにはどうするか。まずはね、考えること、感じてる暇があったら考えること。ブルース・リーの逆言ってますよ。感じる暇があったら考えることなんです。考えずにみんなやっ運動してしまって、自分のしてることが忠実に理解できて、で理解した上でしか動いてないという状態になってほしいんです。その状態になれば自分の意のままに動作できるという。だからやめようと思ったらやめられる。こんなパターン化されてますよ。いや慣れていって反復練習すればね、パターン化されていきますよ。だから楽になるんですけどね。逆に言うと全部マニュアル運転してるわけ、一部マニュアル運転して一部そのファジー運転してるわけね。ほんでいつでもこうマニュアル運転に変われるようしていかんと。まあそれがそのさっき言った江夏豊さんの状況なんです。まあ、ことさらにね、江夏豊さん偉いと言ってるようなもんなんです。まあ、実は高校の先輩などですね、こういろいろ自分の中で培ってきたファジー運転というのを、自動運転というのをやめる、やめちゃう。でマニュアル運転する、してる。そのためにはね、まず早くやっちゃダメです。早くやっちゃう、ゆっくりやる。例えばね、今からやる練習なら、背音小さいじゃないですか。
じゃあ正方形ってこのモーションとでこのモーション、これをくるくる回してるわけでしょ。こう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 、この2つをパッパッパッと切り替えてやってるわけでしょ。だからどんだけ正確にこの動作をやれるか、もう自分の中で自分が命令して自分がマニュアルに出てこの位置でこの位置で肩もこの位置、もう自分が何をやってるか分かりきった状態の中で、で次はこうでしょ。で相手がどうあれこの運動してる限りは綺麗になってるわけです。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。